制度はないんですが、うん、英語でペンションって言うんですけど、そのペンションっていうのは日本ではなんか安い宿のこと言うらしいんですけど、その年金もらった人がやる宿なんですよね、ペンションもともと。なんでまあそういう国家公務員が公務員退職したらペンションっていうのはもらうっていうのがあるんですね。だから普通は子供が親の面倒を見るっていうのは一般的なので、あのそうでもない人たちは貯金して自分で何とかする、そういう仕組みになっています。まあもともとはそうでしょうね、国家といえどもね、すごく近代のシステムな感じがしますよね。そうですね。さあ早速なんですけど、ナルト水カーマイシャになってきますね、うん、はい、パリ